ただいまからバランス総合操縦競技を開始します。第1部がスタートしました。最初にスタートしたのはゼッケン10番交通機動隊森由紀選手です。続いてゼッケン6番高速隊芦倉孝之選手がスタートしました。続いて、ゼッケン3番、宮本女子警察署、
金丸亮介選手がスタートしました。